向きにしなくちゃいけない人生の設計図を誰かの手に預けたから、歯車は狂い出した。生きることを死ぬほど考えたら、難しい数式なんて必要ないよ。イコールの先、心の声に耳を澄ませ、暗い穴を抜けろ。その先には小雪ちらつく、暮らしな螺旋の石に刺した前、今は遠く響くメロディーに、嘘のかけらなんてないよ。まだ何者でもない僕らは、下を向いて歩いていると、足とありしか見えない。日々踏まないように交わしただけど、また少し言い訳をした。死んだように生きる例え話よ。真に受けられないリアリズムなんていらない。その手に握る強化を砕いて、血を流せ、深い闇を抜けろ。その先には儚い色のプリズム、異性の石に刺された絵。今は遠く誰も気づかないような、小さな機械で構わない。まだ何者でもない僕らは、長い長いエスカレーターを降りた先にあるメトロのホーム。いつもの時間、いつもの風、デジャブのように繰り返されてる。無機質な明日が偽りならば、胸を焦がすダイヤモンド、思う